はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google になる AI がよりたくさんの方々にこのやすのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今回はですね、今回もなんですけども、造血幹細胞移植に関するドナーの選択のお話です。そして今回も先にですね、造血幹細胞移植のおさらいです。造血幹細胞移植というのは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんに対して、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法でございます。でそんな造血幹細胞移植の今回はドナーの選択でございます。前回の動画の最後にもお話ししましたけども、お伝えさせてもらったんですけども、患者さんがドナーさんを選べるのではないですよ。これはどのようにドナーさんが選ばれるのかというお話です。ドナーさんを選ぶに関してですね、一番大事なのは HLA の一致です。 HLA というのはですね、ヒト白血病型抗原といって、ヒトの主要組織適合遺伝子複合体のことです。遺伝子ですね、遺伝子。病状などからですね、同種造血幹細胞移植の適応があると判断された場合は、適切なドナーさんが存在するかどうかを確認する必要があります。同種造血幹細胞移植において最優先されるドナーは HLA の適合した血縁者である。しかし、少子化の進む先進国では、このドナーさんの得られる確率は 30% 未満とされています。 HLA 適合非血縁者、HLA1 抗原不適合血縁者が優先され、これらのドナーが見つからない場合、非血縁者再帯血や HLA 反合致血縁者、通称ハプロ移植と呼ばれますけれども、それが選択されます。ドナーさんの優先度があるんですね。患者さんとドナーさんの関係が血縁者非血縁者で大きく2つに分かれてましてですね、血縁者では HLA 適合血縁者、 HLA1 抗原不適合血縁者、 HLA 反合致血縁者ハプロ移植のこの順番で選ばれます。一方、非血縁者では HLA 適合非血縁者、非血縁者再帯血のこの順番でございます。要は HLA が合えば、血縁者でも非血縁者でもどっちでもいけるんですよね。というか、 HLA が合わないと移植ができないんですね。その HLA というのはですね、先ほどもね、一番最初にも言いましたけども、ヒト白血病型抗原といって、ヒトの主要組織適合遺伝子複合体のことです。遺伝子ですね。ちょっとここからややこしい話になるんですけども、また頑張って喋りますので、最後までお付き合いください。今までも散々ややこしかったけど、ここからはまたややこしくなるんでね。HLA には A 座、B 座、C 座、DR 座、DQ 座、DP 座があり、子供は父親と母親からそれぞれの座を一つずつ受け継ぎます。造血幹細胞移植のドナーの条件とは、このうち移植と密接な関連が判明している A 座、B 座、DR 座の3つ、これは対になっているためにね、合計6座なんですけども、それが一致しているということです。要はですね、患者さんの ABDR とドナーさんの ABDR が一致していれば移植してもらえるってことですよね。
まあ、その一致がなかなか難しいんですよ。血縁者では4分の1の確率でしてね、非血縁者では1万分の1の確率でございます。なので移植待ちになっている状態なんですっていう感じで、今回はドナーの選択のお話でした。次回はですね、以前にもお伝えしました移植前処置のお話を詳しくお話しします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。